正直メンタルで整形はできると思っています。なんかまあ持ってると持ってていいんだけど、心の傷かな、傷を傷のままにしない状態にしてあげると、女性は20代だろうが60代だろうがめちゃくちゃ綺麗になります。私はこうって言えるのって自分が譲れない価値観を知ってるかどうかだと思います。いっぱい失敗して、誰よりも失敗したから言える言葉がある。だから殺さなくても大丈夫だよって、生きるために殺さなくて大丈夫だよって言えるんですよね。やっぱりね、あの3秒前は過去っていうね、もう生ゴミだと捨てちゃえばいいんだっていう、生ゴミも腐っちゃうよとか臭いよっていうことなんですよね。溺愛されながらこう稼ぐっていうか、なんか自分の夢をね叶えられるような生き方ができたらいいなということで、プリンセスライフっていう名前を出ていますので、本当にあの自分はできる、自分は豊かになっていいっていうことを本当に自分自身で許してもらって、自分を選んでもらう理由、これがないとやっぱり選ばれるってなかなか難しいですよね。女性の本気をね見せていきたいなっていうふうに思うんですよね。限られたね時間の中で、本当に昨日より今日笑顔でいたいし、生まれてきた使命っていうのは必ず皆さんありますから、まずは自分が輝くこと、そうするといろんなものが引き寄せられてくると思います。